気象台とは日本における気象庁の機関の一つであり、国土交通省設置法で規定されている。いわゆる天気だけではなく、地震、火山、海洋などの観測も行う。また、過去観測した気象を公的に証明する、気象証明を発行する業務もある。なお、気象庁では特定の気象台及び気象観測所、速報所、さらに海洋気象観測船、 南極の昭和基地において上空の気象状況を観測している。高層気象観測では測定器を上空に飛ばして計測するラジオゾンデと上空に電波を発射し反射した電波を観測するウィンドプロファイラを実施している。気象台の一航空気象に特化した組織各空港に所在する。それぞれ地域文章組織と同等であり、本来ならば分ける必要はないが、 業務が大きく異なるため別記した。日本の気象庁では、速攻症を置いて、人による観測を基礎としていたが、観測技術の高度化や、経費節減の要請により、北海道十勝地方の帯広と鹿児島県奄美大島のなぜを除き、基本的に無人化された。1920年から2013年9月まで、海洋や海上気象を主な担当とする組織として存在したが、 組織改装によって消滅した。ラジオゾンデによる高層気象観測についてウィンドプロファイラの概要についてこの2箇所が友人のままとなったのは管轄が広く独自に警報、注意報を発表することもあるためありがとうございます。